さあ、えー、本日のアンケートですね、あなた、横断幕を見かけたら気になりますか何が書いてあるのかなとか、あ、ほうほうほう、なるほど、こんなことやるのかとかね、見てしまうっていうね。A、はい。なんか見てしまうね。B、うんうんあんまり見ないね。今日見ないね。はい。さあ、そして、昼ぼけのお題。これ、すごくいいお題で今日までなんですよ。だからふるって参加してほしいんですけど、こんな海水浴は嫌だ。 はい。非常にシンプルなお題で参加しやすいです。はい。懸命に昼ボケと忘れずに、本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてください。ゆたしく。さあ、T サージパラダイス。本日のアンケートはですね、あなた、横断幕を見かけたら気になりますか ?A、はい。B、いいえそうですね。なんか見てしまうね。あ、なるほど。 この地域の今、これ何歳ぐらいの人が同窓会やるんだあれ、何期生、何々高校何期生、括弧、昭和何年生まれから何年の何月生まれって書いてあるじゃないですか。終わったぐらいの年の人がやるんだなとか言ってみますね。うん。はい。あとはあの、横断幕。あれ、縦のやつも横断幕って言うの縦のやつ。 あれは懸垂幕かああ横のやつだねじゃあね学校にほら何々高校合格とか何々大学合格とかインターハイなんとかっていうのはあれじゃあ垂幕っていうんだな、ね、うん、うん、はい行きましょう「ヒープ遊ぼうルパンがした藤子ちゃんだっちゃこんにちはそれがさ未知の横断幕は存在が当たり前になっていて気にならないんだよね でもさ、家島の公開放送や、この前のリスナービーパーでのリスナーが作った横断幕は気になるよ。リスナーが慈悲で作るってすごいよね。ラジオ機能愛がすごいっていうことで。はい。僕はさっきちょっと話しました。家島のね、ゆり祭りの横断幕の話も出てますけど、なんとあの、<laughs> この間あったリスナーさん同士の、あの、オフ会、バーベキュー大会でも作ってるんですよ。横断幕。リスナーオフ会。 ROK864、OK、ってことでね前歯が一本足りない方がちょっと持ってますけどね,ねえ歯はかってないんですねまだね、はい、<laughs> <laughs> ありがとうございますそうなんですよねうちのリスナーさん横断幕好きよねなんかねあこれでなんかこうこっちですよこっちでやってますよ とかね。このなんか結束力が生まれるというかね。そんな感じしますね。うん。はい、タイヒップさん、スタッフの皆さん、ラジオを聞きの皆さん、こんにちは。ヤンバル福木並木からリリリスマイルリンダです。あ、リンダさん、あの、初中見舞いありがとうございます。可愛い,いハガキ。はい。今日のメッセージテーマ、アンサーは A です。ヤンバルのあらゆる交差点の箇所に、丸々木、同窓会って飾られていたりするから、車で走りながら思わず、サンドミンして、 自分に関係ない横断幕でもやんばるん中は該当する先輩後輩たちに連絡しようパーしますよゆいまるが飛び交ってマンモスで皆さん今日もスマイルで頑張るんばはいスマイルリンダさんありがとうございます自分該当しなくても後輩とかに「や,やるって言った聞いてるかや」って連絡するあいいえなすごい結びつきですね 連絡先が分かるってことなんですね、先輩後輩のねはい、ありがとうございます話題には出るよねなんかそういえば「割ったやかターチウッドが同窓会すんや」とかあんなのの話題には出ますねなんかはいこんにちはチャマチャマですこんにちは今日のアンケート A 元デスクワークの癖なのかもしれないけど横断幕の内容の前に誤字脱字がないかを見てしまう 粘土が間違えていたり漢字が間違えていたり抜けていたり意外とよくあるのでおいおいと一人で突っ込むのが好きですねはいちゃまちゃまさんありがとうございますねそんなに間違ってるいやいやあのだって何期生とかさ昭和何年か何年生まれっていあれ抜瓶やたらダメやし絶対ダメなやつやしうん僕そういえば <laughs> 思い出した ティーサージ始まったチャーキーぐらいの時に、あの、コンベンションセンターだったかな。で、公開放送があったんですよ。もう本当に、始まってチャーキーだから、何回目かの公開放送の時に、ラジオ沖縄ーサージパラダイス、崎浜一いって書いてあったんですよ。田原が。は <laughs> 本当にもう、中々区間違って書いてあったんですよ。 っていうのを今思い出しましたね。<laughs> 先浜だったかななんだってこんな感じだったんよ。もう、全くまあの字も入ってないやつだったんよ。今思い出した。で、これね、なんか担当したのがね、確かリスナーさんだったんだよな。<laughs> 死にごな、そうたん。すいませんっ、つって。ハイサイヒープーさん、チュルチュルチェルチェルチェルボーヤイビン。こんにちは。台風来るの 一応ですね、予想ではもうなんか、ドストライクに来る予想が、なってますね。はい。アンサー A、めちゃくちゃ気になる。自分の地域がいいのでもつい見てしまう。関係ないのになんでかね。安静2時半前まで縛るよ。うん。はい。ありがとうございます。わかるよ。何期、多島のところは南紀生って言われてもわからんけど、 何年生まれの同窓会あい、食った、50とかあんな40とかの節目じゃなくて48とかでもやるんか食った仲いいな、みたいな。ワッタンさんとオナランガヤみたいな感じの空気にはなるんですよね。なんか、何年生、何歳の人たちがやるのか見る。なんか、53? 足中途半端とてやるやるばとか。足ワッタンさんとオナランガヤみたいな空気になります。わかるなるよねなんかね。うなん。な何ですかこのライバル。 ライバル C <laughs>。はい、コマージャルです。はい、えっとね、横断幕を見かけたら気になりますかっていうアンケートなんですけど、えっと、ハンちゃんがツイッターで、この横断幕を使った広告を見た時はセンセーショナルだったなこれって沖縄以外ではまず見ない。沖縄だけの文化って沖縄の人知ってるかなっていうツイートしてますね。やっぱあんま他府県ではないのかなねはい。 皆様ごきげんよう、かさようと申します。こんにちは。来週台風来るのかね向かってきてますね。して、今日何歳同窓会の横断幕を見かけると、やっぱり会場とか会費とかが気になって見てしまうな。<laughs> <laughs> あはーうん。気になるね。えコのホテルですんばこったってやげじむっちゃ。会費、会費8000円高さよや。な、写真値超んば。 あ、ああ写真付きか、みたいな。<laughs> いやいや、会費と会場見るね。確かにね。だけど一番気になるのは、漢字になると思われる人の電話番号が載っていることだね。あれって個人情報違うそれとも同窓会用の電話契約してるのかね気になるさ。いや、今日も時間まで読んだね。うん。そうそう。あれ、だから、連絡先。前平仁志。 <laughs> 携帯番号がちょんどって思うよね一回ちょっと電話してみようかなとか思ったりするんですけどでもそう車でも乗ってるからもう忘れるんですようんあれ悪用されないのかなど,どうですかラジオ聞いてる幹事の皆さん「俺の名前載せたことは番号のしたことあるけど変な電話かかってきてよ」とかないですかこの辺がねこれで成立するっていうのがすごいですよね沖縄ねうん 皆さん、こんにちは。毎日あちさの東京から国分寺の加藤ちゃんです。はい、こんにちは。早速、今日のアンサーは A。横断幕は沖縄を訪れる時の楽しみの一つです。同窓会の南紀生って書いてある横断幕見かけるけど、ヒープーさんや皆さんはご自身が南紀生なのか把握されているんでしょうかすごいっすね。では、放送ちばってね。はい。これはですね、地域と、あと人によるんじゃないかな。 僕、前原高校なんですけど、南帰卒って前聞いたけどよ。わしとん。あんまりはっきり覚えてないんですよ。それよりはだから昭和何年生まれの同窓会だよって言ってくれた方が、ピンとくるんですけど、うん、これはっきりパッと言える人と、パッと言えない人がいますね。あのね、出来てちゃうきの学校の人はよ、言いやすいよ。二期生とかはしに言いやすい。そうそう、新しい学校終わったら期生、終わったら期生やんどうって言ったらもうね、 絶対忘れないさ。そうなんですよ。また結構歴史があるというか。まあやはりこ長いんで、そうそうそうだから何,何十何期ってなるんですよ、うん。皆さんこんにちは。チーム、あやこたつきの母ちゃんです。こんにちは。アンケート a です。テーマ横断幕気になりますか？ということで気になりますね。前に見たことがあって、あやふやだけど。 昭和十何年生まれから十何年生まれ集まれ同窓会ってあったんだけど結構なお年だよね。一体何人集まったんだろう。もう変わりすぎて誰が誰ってわからんはずね。あ、デイジ失礼なこと言ってる。ごめんなさい。ではでは時間まで頑張ってください。ちょっと待って、これ終わった親父ぐらいかじゃあ。80代か、昭和十,十,何,十何年生まれって。集まれじゃないわけよ。 <laughs> あらあらあ、集まりにくいわけよ。<laughs> こんな簡単に集まれえって言わんけやって思うよね。あ、あ、集まるためにいろんな息子に怒らしてねとか、こんなの書いとかんと。<laughs> 会場まで怒らしてねとか、あら、またおとめんけいのほうもいや。飲んでし行くかい。電動自転車でもいいから来てねえとか。こんなのかかんと。あ、はあ。 うわ、そうか。何歳まで同窓会できるんすかね。まあ、70代ぐらいだとやるよね。80代はもう厳しいのかなはい。皆さん、イブさん、こんにちは。イケペイですよ。こんにちは。アンケート。A。え、これまでに中学の同窓会に漢字を2回やったんですよ。おい、すごいね。1> 月1で集まる漢字会で。 場所はどうするとか、日時はとか、会費はどれぐらいが妥当なのかなどを各クラスの男女漢字、総勢12名でああだこうだ話し、時には軽く揉めたりして、一つずつ決めていったんですよ。だからなのか、同窓会のお知らせ横断幕を車あるかしてる時に見かけると、あっ、あっちの中学はこの会費設定なのかとか、へえ、こういうキャッチコピー面白いやつさとか、無意識にチェックしてますね。それはそうと、この同窓会での面白い話があるんですよ。 僕ちゃんたちはまるまる中学の44期生なんですよそれを横断幕にも入れていたんですけど同窓会当日受付係の元女子から聞いた話です一人の元男子が受付で会費を払って署名したものの受付の誰もその元男子のチラにも名前にも覚えがないよくよく聞いてみるとなんとこの人44年生、えー、我ら44期生の7校へ本人あわして帰っていったらしいです 結構すがってたのになんかかわいそうなったよと言っていました。ちゃんと見ないと。全然違うよ。44期生と44年生まれは。44年生まれは、俺と同じぐらいの年だし。ん ?7 つウッドの同窓会。いや、定義師若いさん行ってから。あげ市長ターンをもさってすごい困るんだけどね。<laughs> こういうところでよ。ちょっとおっちょこちょ変なところ。これキャッチコピーよ。 あの、同窓会にキャッチコピーつけるところが結構あってですね。これいいですよね。これは某中部の中学校の43期同期会。ね。昭和50年4月から51年3月生まれ。安心してください。彼も励ましたよ。っていうね。キャッチコピー。<laughs> <laughs> 何が安心してくださいようや。<laughs> <laughs> ちょっと自虐な感じのねキャッチコピーつけたりとかいいですねこれね、うん、あと誰かがツイッターで書いてあったんですけど高速道路のこの橋に横断幕が書いてあって「えー、なんとかパーキングエリア貸し切り状態」みたいな誰も客いないっていう <laughs> 自虐の横断幕があったって書いてますけど <laughs> こんなん面白いですね「ドゥーターで言うっていうね、うん、はいコマーシャルです あさっきのこれやさたけさんがツイートしてる「えー、津軽 SA 貸し切り休憩気分」っていう横断幕ありますね。<laughs> 暇だよーっつって <laughs>、はい。さっきの「安心してください彼も励ましたよ」っていう横断幕は結構有名みたいですね俺も見か。俺も実際生の本物見た覚えがある。はい ラジオネーム、島上りです。こんにちは。アンサー A。何が書かれているのかなっていうより、許可取って掲示しているのかなっていうのが気になります。ガードレールやフェンスに取り付けてある横断幕は違法みたいですよ。とある自治体のフェンスに、ここに張り紙や横断幕を掲示するのは違法ですと書かれた横断幕を見たことがあります。これはイーバーや。<laughs> この横断幕はじゃあイーバーってなるんだけどね。許可取ってんのかな うんはい、まあ多分、はい、正確に言うと、勝手なあんなところにね、やってはいけないんではあろうけれども、地元のちっちゃい十字路にはやっぱり貼られてるんで、まあこれぐらいはちょっと多めに見てほしいかなっていう気分もありますけどね。ああ。えー、イ、はい、い、ハートの町、セナパパです。こんにちは。アンケート、はい、気になりますのえ。 やっぱり何期生同窓会とか、命の電話とか、たまにここに貼ったらダメだよって貼り紙されてるのもあるよね。ああ、同期会やりたいなおじさんおばさんの楽しい飲み会やりたいね。はい。さよならパパさん。ありがとうございます。だからなでだいたいあれ、土曜日だったりするんですよ。も土曜日だってお前仕事なんでバリバリ。全然もうこの間の、だ、50の時の同窓会か。あれも行けなくて。なんかわからんけど、 テレビカメラが行っててよい50分わった同窓会の会場に終わった相方がいてからに「いや無双が」っつって「無双がなんの俺仕事中堂や」っていう話をした,したんですけどなかなかいけないんですよね土曜日にやるとね、うん、この間わった同級生あの友達のわらばあが結婚するって言ってたからこのわらばあの披露宴に呼ばれて行ったらですね何人かやっぱり同級生が来てて楽しかったっすね女子も来てたんですよだから「はい久しぶり」とか言ってね 皆様こんにちはよれよれ親父パート2です 2> はいこんにちはアンサー A うーんかなり気にして見てるよ実は45年前に自分は中学の同窓会の幹事をやって思い切って横断幕を作ったことがあったんさねデザインをどのようにしたらいいのかとかどういう文句で引きつけるかとかいろんな横断幕を見て研究したさ中に「安心してくださいはけてますよ」っていうのがあってなかなか面白かったなさっきのやつだ結局 来なけりゃわからん。あの子のその後。っていうのを作ったら、平凡すぎると不評だった。まあそれでも結構人が来てくれたから作ってよかったよ。それでは今週もお疲れ様でした。はい。よれよれ親父パート2さん。ありがとうございます。いや、俺これいいキャッチコピーだと思いますけどね。来ないとわからんよ。あの子のその後。っていうね。平凡すぎる。 やっぱりこれ、安心してください、ハゲてますよ、上回るのを探そうとしてるんだよな <laughs> これ。だんだんよ、悪口になっていかん、これ。<laughs> これ、この系でいくと、あの子もこんなに大きくなりました、とか、あんな溶かりが今、てんてんてんみたいな、なんかだんだん悪口になっていく気がするんだよな、これ。<laughs> はい、コマーシャルです。 はい。ショッカー戦闘員さんはそもそも東京では横断幕見かけることがほとんどないですね。だから稀に見かけたら何だろうと思って読んでしまいますということで。あんまり見ない時期でよく目立ってるよっていうことですかね。<laughs> 同じくショッカー戦闘員さんさっき、まあ、結びつきが強いイコールなんで横断幕かっていう話になってたんですけど。確かにな <laughs>。まあ、なんていうのかな。SNS の連絡先は分からなくても、 結局地元の子のよく通る交差点とかに置いといたらみんなが見るっていうことなんですよね、うん。皆さんこんにちは。埼玉の蜂蜜一家です。こんにちは。アンサー B です。こちらでは横断幕はまず見かけないですね。見かけたとしても選挙投票の呼びかけの横断幕です。そもそも横断幕って効果ありますか奥闇も新聞に掲載されていますよね。沖縄は連絡事項を活字にする文化なのかなと思いました。 効果安藤あるわけよマジでびっくりするぐらいあるよ多分横断幕やなんと同窓会誰も来ないんじゃないかなと思うよ今マジでそれぐらいですよそうあお悔やみもね新聞の,あの広告に出ますからあれも沖縄だけなんでしょねえラジオネーム水曜日のコンパネだはいありがとうございます痛だなひぶ <laughs> さんお疲れライス アンケートの回答は気にならないし見たくもないのび60も前になると同窓会や同級生の飲み会が多くなってきた小学校や中学校のグループ LINE にも入れられたけど事故報告ばっかりなぜはいショックショックダイバーゲンやったよーっていう「<laughs> やったよ」の連絡はいらんばいやるよーの連絡やれやっていうね <laughs> はいありがとうございますひどいな 入れられてからや、自己報告ってや。ヒブさん、こんにちは。ミーバイ・マルバイです。こんにちは。雨がすごいですね。今、こっちの窓から降ってないですけどね。アンケート、B。学校に横断幕たくさんあるけど気にならない。地区大会優勝とか、個人戦優勝とかいっぱいあるさ。水着の姉ちゃんのなら見るかも。水着の姉ちゃんの横断幕はねえらんさに。はい。ありがとうございます。うん、そっか。 気になる人と気にならない人がいますね。ヤンポーさん、ヒブさん、こんにちは。アンサー B です。はい、こんにちは。全くお気にしません。俺に関係ないから。<laughs> いや、こんなったらもう、話終わりやし。<laughs> それに、そんなに横断幕があっても、LINE からの通知のものだろうと思うさ。名古に出ても、どうせ俺に関係ないことだはずだから、特に気にしません。いちゃんだ気にしてたら、命が縮むって誰かが言ってたよ。だあるば。それでは、ヒブさん、最後まで放送頑張ってください。<laughs> いやいやいや。 気にしてたらじゃなくて興味があるってことでしょうーんはいいやいや横断幕張られて「あい終わったやかタッチ C じゃん同窓会やっさ」とかってなるねうんえハ、ー、イ、はい、サイヒープつともですこんにちはお題の返事は A 同窓会の横断幕見ますね何年生がもう何歳なんだとかこの学校は何期生なんだそんな情報見てますねあの携帯番号はレンタルらしいですよあそうなの これ用のってことはマスクや。一応、対策はやってるんだね。はい、一時になりました。ティーサージパラダイス。午後の仕事もですね。車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたします。はい。ババンのコーナー。ラジオネーム、ペットルボットルさんの、夏休みダイエット中の娘にババン。寝言で、闇って言いよった。 ちむぐるさぬ、ししかめえ。はい。相当お腹空いてたんでしょうね。<laughs> しかも、え、え英語英語じゃないんだ。これ、などこの言葉か。ね。うん。はい。ペットロボットルさん、ありがとうございます。相当お腹空いてたんだな。はい。さあ、えー、本日のアンケート。あなた、横断幕を見かけたら気になりますか ?A、はい。B、EA そして、昼ぼけの大こんな海水浴は嫌だ。懸命に昼ぼけと忘れずに。 メールで参加する方は hip、hip.rokinawa.co.jp。電話がですね、098-869-8640。はい。ファックスが098-869-2202となっておりますので、まだまだ張り切って参加してみてください。お待ちしておりますよ。 はい。では、皆さんのお誕生日をですね、晩御飯してからにお祝いしますよ。はい。はじめまして、イプズさん。埼玉のお尻あっと驚くため頃の妻。過去仮のラジオネームと申します。はい、こんにちは。 夫に遅れること2ヶ月、私も聞くだけリスナーから卒業です。本日7月28日は、私の50回目の誕生日です。生まれてから半世紀の区切りに、ヒープさんから祝っていただけたら幸いです。私が初めて T サージを聞いたのは、今から十数年前、沖縄旅行での移動中のカーラジオでした。真っ昼間から目の覚めるような下ネタに。<laughs> どういうこと <laughs> 沖縄ってすごいなと思ったものです。あの時の窓から見えた海の色は覚えていません。<laughs> どんな絵が あれから十数年、T ーサージもヒープーさんも年を重ねてマイルドになりましたね。私も今日から始まる50代をマイルドに過ごしたいと思います。でも時々はホットでスパイシーな話も聞かせてくださいね。それではこれからも楽しい放送を続けてください。BS、古い車好きの夫がヒープーも BS のテレビの昭和の車見てたんだと喜んでいましたよ。えー、助手席の私は令和の車に乗りたいって書いてますね。はい、そう,そうなんですよ。見てました僕。はい。埼玉のお尻あっと驚くため頃の妻さん。 50歳の誕生日。おめでとうございますね。もう50代楽しいっすよ。本当に。ね。こんにちは。ラジオネーム、デージーなぽっちゃりです。こんにちは。今日、ヒープーさんにお願いがあります。明日7月29日は、デージーなぽっちゃりの母。66歳の誕生日なんですよ。若いね。 夜勤明けで帰ってきても玄関先でお帰りよりも先に出た言葉がティーサージにメールしてねえとニコニコして楽しみにしている母へヒープさんのいつもの祈願バージョンでよろしくお願いします母さんへ朝早くても夜遅くても仕事行く準備の時間に合わせて弁当を作ってくれていつも感謝しています健康第一で私と妹の仕事の事情が落ち着いたらたまには私のおごりでご飯でも食べに行こうねいつもありがとうではでは最後まで放送頑張ってくださいね はい、デイジなぽっちゃりさんのお母さん66歳のお誕生日明日ですねおめでとうございますはいそっかすごいね弁当毎前に作ってっつってうんこんにちはイブさんリスナーのハートを逮捕するの銭形警部ですこんにちはおめでとうメッセージお願いします本日28日はローカルタレントとして活躍している白間リ沙さ,さんの誕生日でございますあそうなのアリサ誕生日なんだ アリサさん、この度はお誕生日おめでとうございます。日曜日の朝、メリアンさんが担当しているレイジーサンデーモーニングのピンチヒッターでナイストークをしていますね。アリサさんにまだ一度もお会いしたことはありませんが、イベントの際には初顔合わせでお話ししてみたいですね。アリサさん、素敵な誕生日を迎えてください。はい。ゼニガタ警部さんから、アリサ、白間アリサさん、お誕生日おめでとうございます。ねそっか。でですね、いっぱい来てるんですけど、 えっとね、これは、ヨシアツさんかなね。はい。えー、っとね、小刻みインディアンのサーネーさんが誕生日なんですよ、ということで来てるんですよ。ありがとうございます、ヨシアツさん。ヨシアツさん、いつもこの、ね、皆さんの誕生日教えてくれるよね。で、コアガナーさんからも、今日サネトモが、まられた日じゃないねん。いや、言い方よや。まられたってのやが。 で、アルパン返した藤子ちゃんからも、今日は小刻みインディアンのサーネー、イケメンサーネの誕生日です。優しくって面白いサーネ我が家で一番人気のサーネ家庭を持って良き旦那、良きお父さんのサーネ家族みんな健康で幸せいっぱいの年でありますように、サーネおめでとうということで来ておりますよ。はい。サーネ41になったみたいですね。はいや、びっくりだよね。あれなんか高校生から知ってるからな。おめでとうございます。はい。では。 7月28日、そして29日、お誕生日の皆さんまとめておめでとうございます。はい。ハッピーバースデー。ふほはい。本日お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康で、うん。そしてデージ笑える楽しい一年になりますように、おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい。 でですね、これお誕生日じゃないんですけど、本日は、ペットルボットル、ちゃまちゃま、ティーカッププードル、姉妹たちのおじさん、ゆきぼうおじさんが、無事定年を迎えます。約50年のお勤め、お疲れ様でした。ひぶさんの運終わったら最高な定年の記念日になると思うので、ぜひよろしくお願いしますということで。定年バージョンの運はないんであれなんですけど、すごいですね。50年勤めてたんですよ。 はい。ペットロボットルさん、ちゃまちゃまさん、ティーカッププードルさんの、うん、おじさん、ゆきばおじさん、本当にも長い間お疲れ様でした、本当に。ゆっくりしてくださいね。はあすごいな五50年ですよ。ねえはい。さあ、じゃあ、横断幕の話。 キープさん、皆様お疲れ様です。笑う角にスポットライトです。こんにちは。早速アンサーは A でいたしく。町内会の横断幕はつい見ちゃう。公民館で祭りがあるんだ。とか。はい。エイサー待ってくるんだ。お知らせの横断幕見ただけでワクワクする。はい。え、エイサーの横断幕もやる。あ、何々青年会。今年はやり、第何回、蝶の祭りとか。ああ。いやいや、死の祭りとか蝶の祭りも貼られるよね。 はいありがとうございますテンション上がるってことかでは一曲あだから HY が「紅白」出場した時も横断幕が掲げられてたみたいですよ友文さんからのリクエスト HY で帰る場所入りましたヒブさんえ皆さんサイ、はい、県内一のサザエさんばか沖縄一危ない牛川からサザエさんの玉まで危なくないっちゅうねんだから <laughs> アンケートの答え ワッターアーチュー、G 高の後輩にあたる国馬翼投手が8年ぐらい前にプロ野球、西武ライオンズから指名を受けて入団したわけ。G 校初のプロ野球選手の誕生で学校に横断幕が貼られるだろうと期待通りに貼られたわけ。国馬翼選手、西武ライオンズ入団おめでとうってやって、ん待ってよ。で、よく見たら西武のブーがあの西武警察のブーになっちゃっうたん。 俺はえマスケやバッペータルバーやマーノ学校圧うがあとデイジー残念なになったうんいやどの学校どうやヤシが後日ちゃんと直されてたよではではじゃんけんぽんチョキウフフフフ,フまさにねマーノ学校圧うが案件ではありますけれどもね言えないというね我が母校 <laughs> はいありがとうございますあとそうだ国分寺の加藤ちゃんさんから あの、ヒープーさんの横断幕の名前間違ってたの、あれ、俺先はまって言いましたけど、あれ、トカシキじゃなかったでしたっけって聞いてました。正解です。トカシキひとしです。はい。トカシキひとしです。トカシキひとしですね。<laughs> <laughs> いやっさ、思い出した。ありがとうね、カトちゃん。やったん。皆さん、こんにちは。京都市の静香です。こんにちは。アンサー A。 この辺りの街中で見る横断幕は、交通安全か、リニア延伸みたいな呼びかけ系であんまの無職ないんですが、ある時、何もない山あいの村で、祝、読売巨人軍入団、〇〇選手頑張れ、という横断幕があって、ああ、ここの出だったんだ、と考え深かったことがあります。ちなみにその選手は何年も前に一席したけど、まだプロで頑張ってますよ。ああ、はい。京都市の静香さん、ありがとうございます。うーん。 それはでも村を挙げて応援したくはなりますよね。あげたいさ、わった出身でやんろ、つって。ね。うん。ラジオネーム、ユンタンザヤシーです。こんにちは。アンサー A です。母校の近くを通るときに、後輩たちの活躍をお知らせする横断幕を見ると、頑張っているなと思いますよ。はい。ユンタンザヤシーさん、ありがとうございます。すごいの、いっぱいあるときあるよね。 何々で優勝何々で優勝とかねうんはい皆さんサイ、はい、極悪前任会15番目の男ですチ,ンチロリン、こんにちはアンケートへつい目がいくね同窓会なんちゃらの集いイベントなど横断幕にするぐらいだから必要な情報だと思っている最近は学校のフェンスにずらっと貼られてるね不良の掃骨人相悪うの母校もプロ野球選手や後輩のおかげでスポーツの横断幕がずらっと貼られているよ 先輩たちも鼻が高い人相をるには関係ないか。話はまた。はい。えー、タイトルがいいっすね。同窓会でイケペイの携帯番号載せてたってよ。<laughs> あ本物本物借りてるってよっていう話もあったけど本物載せる人もいるんかうん。はいありがとうございます。これがね今だったらねプロ野球選手誕生とか。 何々のスポーツで優勝っていう横断幕になるんですけど、人相アルーサンタ時代はね、あの、前頭制覇、全然意味が違う、県警上等とか、こんな横断幕だからね、晴れないんですよね。うーん。<laughs> <laughs> はい。ありがとうございます。よかったさ、後輩足頑張ってからにや、おめえ返上してからに。<laughs> 皆さん、こんにちは。復帰っ子のピアノ、アイスです。こんにちは。 アンゲートえ、気になりますね。元彼の地元の同期の同窓会の横断幕を見ると、兄は元気かやーって思って見てしまいますね。して、ヒブさん、昔よ、尋ね人で、旦那を探しています。家を出たきり帰ってきません。見かけた方はつって、写真とかもあって、陣がかかってる横断幕あったよ。そこまでして探したいばーって思ったってば、ああ、ぐしかたん。 最後まで読んだら頑張ってください書くなこんな時は書くなこの具体的な場所を <laughs> 探したいわけやさにそれは横断幕で人探しこれは見たことないなさすがにはいありがとうございますうんいろんな使い方があるな h i さん毎度です大阪出身ハーシシピンクですおい 久しぶりですね。この間、向この間、だいぶ前ですけど、イオン那覇でお会いして以来じゃないですかね。今日のアンケートは A です。初めて見たときは衝撃的でしたね。あんな個人情報の載せて大丈夫なのかと心配になりました。横断幕にするのはやっぱり沖縄は車社会だからなんですかね。これもあるね。うん。いや、もう今は慣れたから何とも思わないけど見ちゃいますね。キャッチフレーズとか頑張って考えてるなって。 あと思うんですが、職業柄年齢を聞かれることが多いんですけど、沖縄の人って、年聞くのに、かんなじ、何年生ねえって言いますよね。はじめ、何のことかと思いましたよ。まあ、聞かれても永遠の18歳としか答えないんですけどね。ではでは、引き続き千葉利用ね。個人情報だだ漏れ。って書いてますね。うん。これも沖縄だけね。昭和何年生まれねっつって。何年生ね っていうこの小学校1年生2年生の何年生じゃないんですよ昭和何年生まれかっていう聞き方何年生年っていうんですよそして面倒くさいんですけど僕は昭和44年の1月生まれだから早生まれだから43年生と学校歩いてますよってこんだけ必要なんですよ説明が <laughs> そうなんですよだったら何なんですけどそこまでの説明してやっと一セットですね 43年の早生まれなんで43年生とあ四44年の早生まれなんで43年生と学校歩いてますねっつって長さよそして何歳やんばっていうね結局 <laughs> ウマゴンさんイブさんこんにちはこんにちはアンサー A 気になりますでもその横断幕情報に出張で来ている僕が打ちりすることは100%ないんですないんですがま○〇〇中学○期生同窓会します って書かれていてそれが同級生の集まりならそれだけで嬉しくはなりますねあと横断幕やたまにラジオからも同窓会の案内や幹事さんの名前電話番号まで紹介するシステム本当沖縄だけですよねねえはいマゴンさん <laughs> ありがとうございますたまにありますよねラジオにも来ますよ同窓会のお知らせお願いしますつって幹事の名前と電話番号かかっとんばって 携帯よこれ本当に言っていいのかなと思うけど一応もう「お知らせお願いします」って来てるからやらんといけないからやるけど悪い人がいないのかな沖縄 <laughs> いないことはないと思うんだけどまあ今のところそれで何か悪用されたっていう話は聞かないんで成立してるんでしょうねすごいすごいバランスで成り立ってるねうんはいはいはあな はい、横断幕、笑い。やっぱし日曜日の730の天気がヒーハーと気になるにやこくチックな、旧車好きな素晴らしいプーさん。やっぱしハイバル長から、メッサー仕事が忙しいインコで、休みは来週にもし、持ち越しチックな、this is ロイヤルっす、ヒーハーツ。はい、こんにちは。発 <laughs> っしてアンサー、シャに A が5つ。やっぱしついついヒーハーと見てしまうま状態よ。発っヒープーさん、やっぱしロイヤル的に、うちのアンチであれば、シャに横断幕が見,見え、 見栄えしたら、ヒーハーと目が行ってシマリスさあね。シマリスか。えー、ハッサそんなチックに、もし知ってるスポーツ少年団のチームだった瞬間よ。アギジャビオーナベラ。 ハッサスカサずヒーハーと知り合いに、リンリンヒーハーとテレフォンして、遠征費の景品を協力しながらも買いまくらアレン状態を対応デュアッツ。ハッサちなみにやっぱし、コンビニのレジ前にたまにある遠征費や、様々な募金も、毎回ヒーハーとお釣りを多くして入れたりしてるけど、ハッサヒープーさんやっぱし、今年の730に対する気合は、結構何パーセントぐらいアップリケしてますミロドリゲスそれでは今日もオーダマクチックにヒーハーパワー全開で、パチ内盛り上がっていこう。はい、ありがとう。ハクサミよいな。 ふう。<laughs> 意外と募金してるよってことですよね。あ <laughs> あな。二行で終わる話いや、や順に。バんないックル巻くチキやなかいや。<laughs> はい。ありがとうございます。いや、73まで僕、僕、ちょっと、あの、公演もそんなに直接かけられてないんで、あれなんですけど。いくかなどうしますかね。 皆さん、こんにちは。ローヤルさんがよく言う、マスミ・ロドリゲス状態っていうのは、どういう状態のことなんだろうとずっと考えながら生活しております、チキチキ・ボンバイエーですうーん。説明しづらい。何の状態でもないでしょ。はい。なんとかしますかっていう言葉の時に、なんとかしますミ・ロドリゲスっていう個人の名前です。はい。実際にいらっしゃる、あの、カリスマ DJ の名前をね、 こんな毎日あんな文面で紹介して変なあですよだから <laughs> アンサー A ですね特に役場近くの横断幕なんかは地元の学校の野球や駅伝の応援や、えー、試合の日時が書いてあるやつがあったり同窓会のお知らせだったりいろんな情報がわかるから面白いよねちょくちょく見るようにしてるさ噂で聞いたんだけどヒープーさんも8000円で壺売ってるらしいさ横断幕したら買い手が増えるんじゃない その時は私も買うよ。うん、はい。チキチキボンバイエさん、ありがとうございます。あの、幸せになるツボね。うん、8000円。生産がもう今追いついてないですね。追いついてないというか、生産始めてないのでまだね。はい。売ってはいないですね、まだね。売る赤月にはそうですね。横断幕でも作るかな。<laughs> どこに貼るかな、横断幕。ヒブさん、見てごらん。謎の43年生一行の横断幕。 写真撮影時には常に横断幕を前に写したってば、まあまあ注目されてさ、箱根旅行で羽田空港じゃなかったかな最高でした。っていうことで。はい。これか。こんは同級生で旅行行ったわけ箱根に。ほー。ここで会えた奇跡。変えますね。仲いいなえー、空港でこれやってからに、ね。 あった、ね、やったたのやが何の集いやがってなるっていうね「年 B」って書いてあるからこれ年 B の意味も分からんからねうちの人「こた36期年 B 年 B にのやがった何の集まりやが」みたいなね <laughs> 珍しい目で見られるっていう、はい、ファックスで来てますね t ーサージパラダイスオンチュー、こんにちは、イプさん、スタッフの皆さん、唐辛子農家魚雷です。あ、魚雷さんもあれだっけ休みの時はファックスだっけアンケートは A です。しかしそれ以上に個人的なお知らせで、気軽に横断幕を出す文化にびっくりしました。聞いてたら、携帯番号を代行を書いて、私の住む内地ではやらないことですね。ちょっと私も出してみましょう。横断幕、4のあちばりを、魚雷。 誰を応援してんのか主語がよくわからないんですけどちゃんとこんな情報はちゃんと書かないとえやるんだったらね東海市広島だっけ沖縄のラジオねラジオ沖縄かっこ T サージパラダイスみんな聞いてねねね魚雷さんの本名を書いてからお問い合わせこちらまでつって魚雷さんの携帯番号書こうけねお願いします一番大きい交差点に貼ってくださいね <laughs> はい沖永良部島のセリオサのヤシビンヤさんからのリクエスト「シグナルで二十歳の巡り合い」という曲をねラジオから浴びらしましたけど懐かしいなーハーモニーがいいよねこの曲ねはいありがとうございます、えー、あとツイッター見てたらこの「横断幕に、えっと、風対策で切り込み入れた人偉い」って書いてましたねそうあれね 切り込み入れないと膨らむんですよ、風で。で、切られてるおかげで風が逃げていくというね。横断幕深さよ <laughs> イブさん、こんにちは。50代も楽しいさ、の、ベストソーダーです。こんにちは。アンサー A、同窓会とか気になる。あと、とかしきひとしは私の同級生だな。娘が大学合格が掲げられていたよ。嬉しかったさ、ということで。はい。あ、ベストソーダーさんなんかの娘が、 こ縦のやつ。ね、うん。あれに書かれてる。おお、おめでとうございます。ね。渡嘉敷仁さんがいらっしゃるわけですね。本物が。この人が来れってただったんだはずね。本当俺じゃなくて。<laughs> あ、俺がばっぺっ俺がばっぺて言ったのかもしれんな,な。じゃあ。だるよ。同じ3文字ではあるけど。皆様、こんにちは。埼玉から猫またです。こんにちは。アンサー A。 横断幕はあまり気にしないけど信号待ちの時は変わったものだと気になって見てしまいますね T ーサージの横断幕があったら普通に立ち止まってみると思うようんはいなるほど何書く ?T ーサージだったら何て書くわけあ番組の宣伝か要するにラジオ沖縄、えー、お昼12時から AM864T ーサージパラダイス渡嘉敷等がやってますよっつって分かるし絶対この時間違ってよわざと。 うん、鉄板だよたやがかしきひとしっていうあんしじんかけて鉄板のやボケやるかやかしきひとしいえ玉貴郎さんこんにちは早速アンサー A アンケート A 気になりますねやっぱりあんだけ大きく書いてたら何かなと気になりますね以前横断幕で覚えているのは糸満にあった「ベージュ 石原裕次郎生誕88周年記念コンサートって書かれた横断幕石原裕次郎さんの誕生日にいろんな方が石原裕次,次郎さんの曲を歌うコンサートみたいですしかも入場無料って書いてましたよいまだにこうやってコンサートを開くなんて石原裕次郎さんってものすごいスターだったんだなと思いましたよではかかっとん「ベージュ、石原裕次郎」 こんなんやったら石原裕次郎さんのコンサートかなと思うよね。入場料無料。生誕88周年、米寿記念コンサート。すごいね。まあ、いや、ほに愛されてた、愛されてる方なんですね。うん。はい。ありがとうございます。すごいね。はい。アイラブ864の皆さん、イープさん、こんにちは。人相はるです。こんにちは。アンケート A 信号待ちやウォーキングしている時には目が行きますね。学校のスポーツで優勝とか見ても、おおすげえって思うし、〇〇さん、オリジナル弁当で全国一位を見た時には、今はこんな大会もあるんだなと思いました。最近地元で見た4つでの同窓会の横断幕を見た時には、久し、久々に同窓会の案内の横断幕を見れて嬉しかったですね。うん、横断幕よりは垂れ幕の方が響きがエロいっていうね。はい。 ありがとうございます。何でもタダだからね。スケベやなこと考えるのね。考えるだけだったらタダだからね。もういっぱい考えたらいいんじゃないもう。<laughs> はい。ありがとうございます。イブさん、こんにちは。マッツンです。こんにちは。アンサー A。 大きさもあるけどカラフルな色合いとか書体のものであればあるほどつい気になって見てしまいますね。特にやっぱりヒープさんの母校でもあり自分の母校でもある舞校の前を通ると今はこの部活が成績残しているんだな頑張ってるやつさってなりますね。あとは釣り具屋のセールって書かれてる旗と横断幕を見るとなぜか吸い寄せられてしまっている自分がいます。じゃあ仕事しながら聞いてます。はい。タイトル釣り具屋は魔界って感じますね。<laughs> わかるよ。<laughs> うん。あれは引っ張られますね。セールって書いてあるんですね。ん。はい。まあ自分が今ハマってるのだったら、なおさらも引っ張られていくよね。ルアーが安いです。マジか。みたいなね。白目部部長さん。はい。昨日綺麗な Y 字開脚見してましたね。すごい。アンケート A、気になる。見るよ。昨日犬の散歩中。 公園に真っ白な横断幕があったんだけどさ、暑すぎて退職したのか、今から書き込むのか、謎すぎました。炙り出しかなこすったら文字が浮き出るんかなはい。え、真っ白ってこと何ねいやいやいや、何も書かなくて針はしないと思うんで、今から書くことはないと思うんですよ。じゃ色が落ちてしまったのかなインク、やな。 <laughs> インク嫌な朝よこんなすぐ落ちるうんはいありがとうございます死に気になるね何にも書いてない横断幕一体何があるんでしょううんはいありがとうございますはいさあヒープーさん法務局行って疲れたビール上宮です <laughs> ああいうところ疲れるよね慣れてないところねしてアンサー A 気になるよ見るよヒープーさんの母校の十字楼には 赤の青年会、内地へ派遣おめでとう。また、焼け縄と串川も、内地へ派遣の横断幕見て、あ、はあ、誇らしいな。よし、明日は近場で、へしきアさえあるから見てこようね。祭りとは違って、中町、目の前で見られるからいいよね。では、時間まで読んだ千張よ。あ,あこんなの書いてある内地へ派遣おめでとうとか、ああ、そうね。ええ、頑張とうさや。赤のも、焼け縄も串川もや。 うん、はいありがとうございますえーうふあがりの島からどうもカジキ釣りましたですこんにちはアンサー A 初めて同窓会の横断幕見た時の衝撃よ内地であんなの見たことなかったから沖縄に人賢いやつさって感心しましたはいありがとうございますえーそっかじゃあ内地の同窓会はどんなやって連絡しているのもういろんな電話とかあんなの はあ、まあわかるんだったらいいけどね、電話してね。ヒープさん、お座っす、のらいのっす、こんにちは。今日のアンケートを特に地元なら車を安全な場所に止めてからでも見ます。はでもさ、大体いいあんなのはよ、〇〇中12期生、真夏のバーベキュー大会とか書いてあって、日程や場所とか連絡先とか書いてあるさ、あれよ、昭和何年生まれとか書いてほしい。なかなか小中高の何期生とか覚えてないよ。 一、十、百10ーとかなら覚えてるけど、十二とか十三とか中途半端なキーは分かりません。覚えてないよ。連絡先というのは前書いてるけど、同級生とか三百人超えてたから上位覚えてない。まあでもそういう機会を企画してくれた人は、本当にありがとうですよね、うん。今年何歳になる人。ね、昭和何年生まれの人は、俺も書いてほしいな。分からんもん。何期生か。あた何期やったかや。 30403030 30 30やったかやいやこんにちはやんばる娘ですこんにちは同窓会のお知らせの横断幕地元では見たことないかも那覇や南部に住むようになって初めて見たかも見ることは見るけど気になるかと言われたら気にならないのかなはいなんでやんばるにはないわけ横断幕あすぐ連絡できるから都内都内だから「じ同窓会やるってよ」って言ったらみんな 聞こえてるってここと聞えるかや聞こえるかや,聞こえるかや <laughs> はいありがとうございますさっきもヤンポーさんもないあんまり見たことないって言ってたんだよねやんばるにはないのか南部の帰国子女さんこんにちはアンサー A 見てしまうよ前にチューブで見た野球部員募集の横断幕で「丸坊主しないでいいよ」って書いてたら見たかわいいよね安静ってことでそれが推しなんですね多分 いや野い球日以来から丸坊さんと並ぶんやんやらなくていいよウェルカムだよっつってねはあい、はあ、ありがとうございますそういうの推しなんですね、はあ、部員募集も大玉幕やってんのえこんにちはラジオネーム赤いニトンローリーですこんにちはアンケート a です沖縄市は夏なったら天く間にエイサー祭りの大玉幕ありますよね宣伝効果抜群ですよねやんや これは見る全島 SI2 とか、沖縄市の SI2 とか、どこどこで道中ね、やりますとか、こんなのは絶対見るね。ああ。はい、ありがとうございます。いやー皆さんすごいですね。ちゃんと利用してますね。うん。はい。さあ、では一曲いきますかね。お青い野球帽子さんからのリクエスト。懐かしいなホイットニー・ヒューストンで、グレイテスト・ラブ・ オブオール入りました。T ーサージパラダイス。昼にボケとこうさあ、やってきましたよ。昼ボケのコーナーということで、今日もね、一番面白いベストオーギリスト決めますよと。はい。さあ、今週のお題、こんな海水浴は嫌だっていう、すごいシンプルな素晴らしいお題となっておりますので、はい。たくさん参加していただいております。いきますよ。本日一発目。ラジオネーム、かがしら2時50分さんの、こんな海水浴は嫌だ。 BGM で TM レボリューションのホットリミットが流れると波が急に高くなる。ね。えー、これあれホットリミットで。よせ、いたちがね、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 ね。ね <laughs> まあまあま、音楽は海に合ってますけどね。波は高くする必要ないんだよな。続きまして、しぼれカマラ SS さんの。こんな海水浴は嫌だ。 ライフガードの声がかんだかすぎる「えー、お前こっちから入るなっつってなおいはい出てくださいそこのあて浮きあのアヒルの浮き輪で遊んでるおめたち出てくださいっ,って大丈夫か <laughs> 高いな続きましてラジオネーム愛知県在住のうちのあん中福ちゃんの。 こんな海水浴は嫌だ。竜宮城から帰ってきた浦島太郎が玉手箱を売りつけようとしている。この端っこの売店のところでね。この箱すごいっすよ。これぼ僕は竜宮城からもらってきたら何が入ってるか分からないですよ。開けてみてください。嫌な話聞いたことあるぜっつって。これ開けたら煙もくもく出ておじいになるやつだろう。分かんないっす。僕開けてないんでね。みたいな。はい。毛うさんの。 こんな海水浴は嫌だ全身防護服の人が水質チェックをしている <laughs> ダメだろもうこれ入れんだろなんか入れられたら、ね、よ絶対続きましてシャバドゥーンさんの「こんな海水浴は嫌だ」「不定期で海面が割れる誰か来るな」 ゴゴゴゴゴゴゴして割れたとこあっちかだかひげ生えてるおじがくれっっつって耐えが悪いっていう、ね、<laughs> 続きましてルパンが愛した藤子ちゃんのこんな海水浴は嫌だ人魚が来る来ない来る来ないっつって鱗取りながら占いしている「デイジうろこ剥がうなと大丈夫やめあれ」っつって。 あがあがって言いながらね <laughs> 続きましてニックネームナオピョンさんのえ「こんな海水浴は嫌だ海水浴場の砂が荒い星砂拳ぐらいあるやつであのまきびしみたいになってるあがががカまきびしがいっぱい入ってるっていうねはい。 <laughs> う<す> <laughs> 続きましてヤンポーさんの「こんな海水浴は嫌だ」「<music> セイヤーが乗っ取りティーサージパラダイス公開放送している」ね「みんな盛り上がってるかーい」っつってね「うん、あれヒップワーは?」みたいな話ね「うん、あいないいない」とか言ってね、はいえー、続きましてペンギンさんの「こんな海水浴は嫌だ」 美人が来たら花火が上がる。おお、なるほど。あ、ちなみに、えっと、ここ2ヶ月1回も上がってないです、みたいなね。<laughs> おわえ、みたいな。<laughs> 続きまして。猫ぐすくさんの。こんな海水浴は嫌だ。海に入る前に、ラジオ体操第5までやる。第5まであるのあるな。非公式のラジオ体操で第5体操っていうのがあるな。 はい。覚えきれないよね。まず、だ、誰かインスタラクターなのか、これ。<laughs> はい。で、揃いました。じゃあですね、えー、本日のベストオーギリストは CM の後発表しますので、はい。さあ、では、まずは本日のベストオーギリストから決めたいと思いますよ。こんな海水浴は嫌だ。ね。シャバドゥンさん。不定期で海面が割れる。ゴー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 ゴゴ甘辛ターがチュッサさ。ヒゲのおジいが。っていうね。 うん。不定期だからね。うん。わからない。いつ割れるかわからない。モートさん。全身防護服の人が水質チェックしてる。絶対泳がんだろ。なんかあるやし、これ。絶対。これ嫌ですね。う、は、ん、い。今日一これかなやっぱり。しぼれーカマラ SS さん。ライフガードの声が噛んだかすぎる。え危険ですので、もうちょっとあの、あっちに行くから出ないようにしてください。 じゃなくてはあじゃなくてこっちが出ないようにしてくださいってばはあはあじゃなくてヒッチーくりびけこれも面白いですねはい今週もですねえ傑作ぞろいでしたはいえルパンがした藤ッ子ちゃん木梨昌樹氏が全力でバタフライしてる ね、えー、これ月曜日に決めたんです。もうこれ以降、このパターンやめれよっていう意味でね。うん、して、産地綺麗っていう話ですね。はい。えー、これ面白いっすよ。たまちろさん。シュノーケリング中に話しかけてくるおじさんがいる。うん。一緒にもこって。ボコボコに、兄さんどこからねあ、ボコん兄さん中央からねボ,コボコ何できた兄さん。<laughs> いや、今いいよ、や、こんな話や。ごボコボコボコしや。 何あんまやんばやんっていはいこれも面白いですねえー、パートのエースが出てこないさん、えー、浜に花束がたくさん置かれてる <laughs> なんかやだなここで泳ぐのっていうね <laughs> はいこれも面白いですねえー、黒幕さんおでんを口に押し付けてくるおばあがいるあたつょつすってやるおばあが <laughs> 入り口で、はい、入場料払ったらはいじゃあこの豆腐ね 二三おはいあたたたたつな,なんやまこれっていうそういうシステムになってるっていうことですねはいこんな海水浴は嫌だね何が嫌ですかね一番一番嫌ななんですか花束は嫌ですねうんはいえー、<laughs> うんこれだな シュノーケリング中に話しかけてくるおじさんがいる。たまてらさん。おめでとうございます。いつつもいる。このおじさん。どのツアーが行ってもいる。姉さん、姉さんたちはどこから来てるの内地から来てるのこっちはね、面白い魚がいっぱいいるんだよ。気をつけてよ。あのー、いいラクのなんて <laughs> はい、<laughs> おめでとうございます面白いですね、うんはい、さあじゃあアンケート戻りましてえこんにちは 同窓会の横断幕が貼られているとき、殺し木中学校何期生とか書かれても、ん私何ってなるから、ちゃんと50歳の同窓会とか書いてほしいわ。なんかミッチーがチカチカ同窓会あるって言ってたから痩せんとけんさ。入っとかんといか,いかんね。うん。いや、痩せるのも大事やしもっと基本的なのがあんど。そう。入っとかんと。今のうちじゃないわけよ。今のうち入っとったら OK じゃないわけよ。毎日入らんと。ね。はい。ありがとうございます。 今入入ったらら同窓会まで入らんでんいいいじゃないわけよラジオネーム黒木みさおはいこんにちはあきら38年前に立て替えた青年会エイサーの横断幕代払えはいえー、黒木み,みさおさんから <laughs> ありがとうございます <laughs> これラジオ通じて言うことですかね J あきらいや38年前に立て替えたエイサーの横断幕代 奈良はるてねえねにど。ディージャスさ。はい。いくらだったのかな皆さん、こんにちは。ウォン中月中ゲッミンチです。こんにちは。これを言い出してからメールがあまり読まれなくなったのは気のせいでしょうが。いや関係ないよ。読まれてるよ。アンケートへ。 学生さんが何かの大会で何位でしたとかそういうのを見るとすごいなぁ。頑張れって思いますね。将来大物になる可能性がある子供たちににっこりしてしまいます。まだ私は出会ったことはないんですが、放送を聞いていて、同窓会の告知横断幕はあるんですか手紙とかではないんですね。面白い。東京ではきっと見ないタイプですね。いいなぁ。同窓会行きたくなりました。飛行機代がバカにならないですけど、えー、ではデではこの後も仕事しながら聞いてますね。ということで。横断幕ってお高いんでしょうかって書いてますけど、 あのね、横、いわゆる横断幕は、そうでもないんですけど、縦、えっ、ー、と、なんていうの、懸証膜でしたっけ懸垂膜か。膜、う、か、ん。は、高いらしいです。なんでかなやっぱ縦が長さが長くなるからか。幅も。大きさが多分大きくなりますよね、縦って。た建物からやったりするから、物自体がでかくなるからですかね。うん はい。結構するみたいですよ、縦のやつは。えー、皆さんこんにちは。岐阜の9人のばばです。こんにちは。今日のアンケートの答えは A。気になってまじまじと見てしまいますね。同窓会の横断幕は沖縄だけですよね。内地では学校にかかっている優勝おめでとうとか、オリンピック出場とかの懸垂幕はよく見ますけど、同窓会などの案内の横断幕は見たことないです。そろそろ修理中の同窓会してくれないかな 楽しみにしてるけど。はい。岐阜の9人のバーバアさんは何年生まれね <laughs> これから期間と。首里中出身いっぱいいるからね。誰と同級生ねっていう話になってきますけど。うん。皆さんお疲れ様です。筆頭信者のシャバズンです。こんにちは。早速ですが、今日のアンケートを終え。学校名と年代。 昭和〇〇年4月2日から昭和〇〇年4月1日生まれを確認する。して、自分と関係ない学校でも、同い年なら、ほうーってなる。ヒブさん、なんでかね。だからね、なんかね、あい、都内の学校、高校、同窓会、さや終わったのん、年始が。みたいな気持ちになるんだよね。面白いよね。あれ。あい、ターチュットがすさやとか。わったターチュット、あい、わった妹と同級生や、そや、とかや。うん。